ブリはですね、秋口から春先の手前ぐらいまでにかけて非常に脂が乗って、部位によって魚の脂と旨味が混在している非常に使いやすい魚だと思います。愛媛のブリは非常に運動量があって身が締まっていますので、身の旨味を引き出すように調理をしていただきたいです。おろした時の身質の弾力だったりとか透明感のある味わいというのが素晴らしいポテンシャルを持っていると感じました。日本が誇る、愛媛の誇るブリ、全世界の人に食べていただけると思いますので、ぜひ一度使ってみてください。